はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日の動画はですね、ナチュラルマジェスティさんからこちらの新しいお化粧水が発売になりましたのでご紹介していきたいと思います。どんな化粧水かと申しますと、ガラクトミセスバランシングウォーターというものになります。で、ガラクトミセス培養液から生まれた毛穴にアプローチをする化粧水なんですってね。え、毛穴に特化したお化粧水が発売になりました、配合されているものとしてはガラクトミセス培養液の他に、ビタミン C 誘導体、それから水性プロテオグリカンが入ってます。そしてアルコールフリー、グリセリンフリー、オイルフリーという形になってます。すごいですね、毛穴にアプローチした化粧水ですってね。で、ナチュラルマジェスティさんっていうと、私がよくご紹介しているこちらのイノセントブライトニングウォーター、こちらがね発売になっておりますけど、何が違うかというと、イノセントブライトニングウォーターは人型セラミドが配合してますね。で、こちらのイノセントブライトニングウォーターは、ウチワサボテンオイルも配合していて、主に保湿、それからお肌の明度を上げてくれる効果ですね。そしてエイジングケアに効果が発揮されます。で、こちらのガラクトミセスバランシングウォーターに関しては毛穴に特化したお化粧水になっているということです。でね、もうちょっとね詳しい話をしますと、毛穴とか皮脂、それから揺らぎ肌なんかにも効果があるみたいで、ふっくら弾力な肌に、導いてくれるお化粧水です。だからやっぱりちょっとね皮脂とか毛穴とかに悩んでらっしゃる方には効果的です。で、このガラクトミセスもオリーブの葉を発酵させたエキスから抽出しているということですね。で、ガラクトミセスっていうのは一体ね何なのと言いますと、これね、日本酒などに使われるあのね菌の一種で、ガラクトミセス酵母で作られている培養液なんですって。で、基本的には肌に潤いを与えてくれて、さらに毛穴へのアプローチをしてくれるというお化粧水。ではどんな方におすすめかと言いますと、毛穴が目立つ方と肌にくすみを感じる方、マスクなどで肌荒れを起こしてしまっている方、そしてゆらぎ肌の方などにおすすめの化粧水になります。エタノール、それからオイル、グリセリンフリーなので、敏感肌の方にもおすすめの化粧水であります。なのでこちらに関しては毛穴が目立つ方、気になる方ね、そういった方におすすめです。そして、イノセントブライトニングウォーターに関しては今まで通りエイジングケア、それから保湿、それからブライトニング、そういった効果を求める方がお使いになられるとよろしいかと思います。今日はね、ナチュラルマジェスティさんから新しい化粧水が出たのでご紹介させていただきました。ご興味がある方は動画説明欄に、こちらのナチュラルマジェスティさんの、ガラクトミセスバランシングウォーターのリンクを貼ってございますので、ぜひともチェックしてみてください。はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますのでフォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。